私が電話をしたというようなことで、まあ、その内容を局長に伝えたとされていますが、そのような連絡を局長にした記憶はない、でまあ、このように答えております、あの党の総理大臣秘書官だった方も、ですね記載されたような電話をしたともしていないとも思い出せない、まあ、総務省のこれが報告書でございます。はい、杉尾秀明君高市大臣は私に対して 信用できないんだったら質問するなと、そういうふうに言いました、そしてその後も時間稼ぎの答弁がありました、そもそもことの発端は、この一番最初のときに高市大臣が会文書だと切って捨てたのが始まりです、会文書ではありませんでした、行政文書でした、その責任をどう考えるんですか、大臣。高市国務大臣文書、えー とと言ったとは記憶してておおりりまませんが捏造された文書とは答えております、まあ、しかしながら、あのこれあの、偽造とか変造とかいうきつい言葉、まあ要は法にかかるような言葉は私はあえて使っておりません、あのそこはよくよくあの私なりにです、ねあの、今も総務省に愛情を持っております、まあ、どなたかを罪に問うような意図がなかったということは、えー、ご理解くださいませ 水尾秀君文書だと言いました小西委員が3月2日、記者会見で公開したときのその後のぶら下がりで大臣は、開文書の類いだと切って捨てました、そこから始まってるんです、開文書でも何でもないんです、行政文書なんです、公文書なんです、どうですか高市国務大臣あの院内での発言ではなく、ぶら下がりでの発言ということを今、あの確認をいたしました。し、まあ、しかし事実と異なる内容を、えー 入れられれらていいるととうこと、まあ、これは文書の類ですで作成者不明、廃、え、止、ー、先も不明、作成目的も不明、えー、これはあのいわば、怪文書の類だとだと、私から考えたらそう思います、ただ、国会での答弁では、あの捏造文書、まあ、つまり偽造でもなく、変造でもなく、捏造文書と、まあ、かなり配慮をして申し上げたつもりでございます。 秀君問題はそこから始まってるんですよ、そしてこの予算委員会の質疑、そしてさらには総務省の原因職の皆さんがどれだけこの調査に時間をかけたのか、膨大な時間をかけてる、そうしたことも含めた責任を大臣は感じていないのか、大臣、私ははっきり申し上げます、名指しされた当人として、質問するなと言われた当人,当人として、やめてください。 以上はい。杉尾秀幸君大臣をおやめください。じゃあ高市国務大臣。杉尾委員に言われてあの私は何らやましいこともないのに、えー、大臣の職を辞するということはございません。杉尾秀幸君。なんか後ろで変なこと言ってる人いますけど。 この話は今回で終わりではありません。今回、ずっと続きます。それだけはです、ね、はっきり申し上げておく、それからさっきの,あの放送法の解釈についても、これ、確定させなければいけませんので、この後もやります。ちょっと安保関係いきます。資料3ご覧ください。3月1日の本,会本委員会で、岸田総理、私の質問に対して、これからはアメリカの打撃力に完全に依存しない、反撃能力も共同で対処する、こういうふうに答弁されました。つまり これからは打撃力、つまり矛の一部を日本が担う、こういうことではないですかじゃあ、総理、はい、岸田内閣総理大臣。あのえー、とこれ、従来から答弁させていただいておりますがあの、日米の基本的な役割分担、これは変更はなく。 この専守防衛を堅持していくという方針には変わりはありません。その上であの保護、あの歩行あのえー、っと盾と矛についてのご質問ですが、縦と矛について確立した定義があるわけではありませんが、あえて申し上げれば反撃能力はミサイル攻撃から国民の命を守るためのものであります。国ミサイル攻撃から国民の命を守る。 えー、盾のための能力であると、えー、答弁をさせていただいております杉尾秀哉君。今の答弁については、この資料さんの一番最後のところに書いてあります、国民の命や暮らしを守る盾のための能力が反撃能力、敵基地攻撃能力だと、そういうふうに言うのであれば、ICBM だって、空母だって、長距離爆撃だって、全部国民の命と暮らしを守るためのものじゃないですか。 今の論理で言えば、すべてこうした兵器も含めて、これも盾の、盾であって、矛ではないということになるんですか岸田内閣総理大臣。あの我が国が、えー、保持する、保持できる、まあ、あの自衛力は、えー、自衛のための必要最小限度のものでは、でなければならない。 わけですが、あのそのまあ具体的限度、それは時々の国際情勢、科学技術とまあ諸条件によって左右されるまあ総体的な面は有すると思います。ただこの今委員の方から ICBM まあ例に挙げられましたが、政府としま